女子ゴルフの国内ツアー、KKT ハイ・バンテリン・レディス第2日が13日、熊本空港 CC6518 ヤード、パー72で行われた。首位と3打差の13位で出た25歳の小西瑞穂、橋本創業、がゴバーディニ2ボギーの69で回り、通算5アンダーで3位に浮上。ルーキーイヤーの今季は7戦目で初の優勝争いを演じた。岩井名愛。 本田が8アンダーで単独主位 KKT 杯バンテリンレディス今日の国内女子ゴルフ結果とリーダーボード声援を力に変えた12番でバーディーを奪い最先よくスタートを切ると6番でも1つ伸ばした9番パー5は残り160ヤードの林から放った第3打をピン左奥10メートルにグリーンオンしっかり沈めこの日4つ目のバーディーを奪った 全体的に良かった。9番はギャラリーの方が入れ、入れと言ってくれた。後押しを力に変えた。渋野日向子、畑岡奈紗ら1998年度生まれの黄金世代。しかし、昨年11月に最終プロテストに合格し、プロになるまで時間を要した。22年は1打差で不合格。悔しさを乗り越え、 プロになった今季は6戦で予選通過は2度のみと優勝争いはどうかった。初めてのことも多い、移動も全部一人でなかなか思うようにいかず、大変なこともある。過酷さを味わう一方、応援される幸せも感じている。良くても悪くてもたくさんの方が応援してくださるので、頑張ろうと思える。この日はツアー通算5勝の青木瀬令奈と同組。 良い位置にいないとうまい方のプレーも見られない。青木と回れて嬉しかった。最終日は同10勝の小祝桜同1勝の高橋彩香の黄金世代2人と回る。勉強しつつ、楽しんでやりたい。すべての経験を糧にする。最終日は6番までに1ボギー。4アンダーで8位に交代したが、踏ん張りどっ